東京銀座、ここに本物の日本食を世界にアピールしようとしている人がいます。包丁さばきを披露しながら接客する奥田さん、料理は吟味した旬の素材を贅沢に使ったものです。そして自慢の刺身は徳島鳴門の海で獲れたマダイとアオリイカ、そこに最高級大間の本マグロが盛られていました。全8品のコース料理、夜の値段は26,250円。料理はもちろん奥田さんの人柄もこの店の大きな魅力のようです。2013年に放送した本物の日本食を世界へ。日本食が世界でブームになる中、海外で勝負を挑む料理人奥田徹さんに密着しました。世界中に不思議な日本食が広がる中、奥田徹さんはパリに本格的な日本料理の店を作ろうとしていました。やっぱり本物というのは伝わってないんじゃないかなっていうのは強くありますよね。一つはちゃんとした人が作ってない。本当にこれから日本料理がグローバルな世界で入っていくのであれば、あえてアウェーで向こうの食材で向こうのルールの中で同じ土俵の中で戦うことに意味があるんじゃないかなと思ってます。高校卒業後、京都や徳島の名店で修行を重ねた奥田さん、30歳の時故郷静岡で独立しました。そしてその3年後には念願の銀座進出。それから10年、奥田さんは今パリへの出店計画を進めています。それにしてもなぜパリなのか。欧米で認められないとやっぱり世界の日本料理にはならないんじゃないかなとは思います。そういった意味ではヨーロッパのパリというところは文化性も、美食も、ものすごく水準は高いと思うので。フランス、パリ。パリ進出にあたり奥田さんはあらかじめスタッフ9人を先乗りさせていました。食材の調達などの情報を集めさせていたのです。予定しているコースの値段は全8品で200ユーロ、日本円でおよそ26,000円、銀座古住とほぼ同じ価格です。刺身用の魚の入手が成功への鍵を握っています。早朝、パリの魚市場。そこに奥田さんの姿が。自ら現地の魚を見極めに来たのです。気になる白身、これはカレイ、こちらはタイ。触った感触は、全然日本とは違います。あ、日本とはもうこんだけ違います。処理の仕方からは全然ダメですよね、生魚を食べる習慣がないフランスでは鮮度や旨味を保つ生き締めなどの処理はしないのです。いくつかの食材が集まったところでこの夜試食会を開くことにしました。すでにスタッフが料理を用意して待っていました。カニはですね、食べましょう皆さん。カニ一応受け身にしてます。まず登場したのはマグロ。スタッフの一人が町の鮮魚店から購入してきたものです。刺身として使えるのか。奥田さん、刺身の試食では醤油をつけません。これならいいんじゃないの。
マグロには合格点が出ました。そしてやはり気になるのが白身です。カレーはダメ、あのでかいやつもうおろして白い水っぽい割れてる、刺身で食えるもんじゃない。そうです。白身魚の調達が思った以上に難しいようです。200ユーロが高いか安いかよく分かりませんけど、そのある程度高額なものっていうのは美味しくて当たり前なわけですから、その責任は重たいですね。それでもオープンの日がやってきました。夜8時招待客が続々とやってきます。厨房では一品目先付けの準備が進んでいました。軽く湯がいただけのオマールエビ、そして日本野菜。エビと彩り野菜のわさび和え。そして懸案だった白身魚。実はこの日、質のいいヒラメが入手できました。まな板の上に並ぶのはモンゴイカとそのヒラメ、そしてマグロです。盛り付けが始まりました。2時間のお披露目は無事終わりました。いや、お客は今度来てくださってはいいけど、きちんと満足させることができるのかと、でその次に今度どういう評価とどういう未来が待ってるのかっていうと、まあやっぱりここがスタートですよね、うん、本物の日本食を世界に広めるため海を渡った奥田さん、あれから9年、今どうしているのでしょうか。